シェルトンはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、ジョン・シー・バトラー級。艦名はミッドウェイ海戦で行方不明となった海軍パイロット、ジェームズ・エ・シェルトン将尉にちなむ。シェルトンは1943年11月1日にテキサス州ヒューストンのブラウン造船で寄港され、1943年12月18日にジョン・シェルトン夫人によって浸水。 1944年4月4日に、ルイス・ビー・ソロモン海軍予備隊員の指揮下収益した。完熟公開などの後、6月16日に、ボストンからサンフランシスコへ向けて出発した。サンフランシスコには7月6日に到着し、その3日後に、真珠湾へ向かった。7月26日、シェルトンは、 エニュエトク干渉へ向かう戦団の一員として、真珠湾を出発した。8月6日に、目的地に着き、それから空母5隻を中心とする、第57任務部隊に加わって、アドミラルティ諸島へ向かった。アドミラルティ諸島には8月13日に到着し、翌月、モロタイ島攻撃部隊の一部である第77.1 2任務軍に配属され、 モロタイ島周辺で活動していた。10月3日、モロタイ島を出撃して、対戦相当任務を開始した、ファンショー米ミッドウェイを機関とする第77.1ニング隊を護衛していた。シェルトンは、日本の潜水艦両号第41潜水艦に攻撃された。発射された4本の魚雷のうち、1本が、ファンショー米の資金を通過し、 ファンショー米から警報が発せられた。警報を受けた、シェルトンの迫る一本を回避するものの、別の一本が、右ンスクリュー上部に命中した。爆発で13名が戦死し、22名が負傷した。乗員は、シェルトンに横付けした領艦リチャード・エム・ローウェルに、救助された。やがて駆逐艦ラングラが救援に駆けつけ、航行不能となった、シェルトンを栄光し始めた。 しかし、浸水は、ますますひどくなり、21時45分に転覆。ラングは、以前浮いていた、シェルトンの船体を砲撃して処分した。シェルトンは1944年11月27日に、除籍された。シェルトンの沈没は、思いがけない珍事を生み出した。シェルトンに横付けして救援していたリチャード・エム・ローウェルは、水中超音によって、 潜水艦がいることを突き止め、シェルトンの側を離れて、爆雷攻撃の準備に入った。ミッドウェイからも、両41を発見して攻撃するための、DBF アベンジャーが発信した。やがて、先行しつつある、潜水艦を発見して、攻撃体制に入り、リチャード・ m ローエルも報告を受けて、当該海域に急行した。13時40分。 リチャード・ M ・ローウェルはついに潜水艦を発見して、ヘッジホッグで攻撃したところ、相手は、信号のようなものを発信してきた。味方になりすましていると判断したリチャード・ M ・ローウェルの、ハリー・アラン・バーナード・ジュニア艦長は、再度のヘッジホッグ攻撃を行って、ついに潜水艦を破壊することに成功した。バーナード艦長は、この潜水艦が、シェルトンに魚雷を命中させた。 潜水艦だと信じていたが、実は、この潜水艦は、味方のシーウルフだった。シーウルフの音信不通により、サモン委員会が開かれ、リチャード・エムローウェルが、同志討ちをやったことを確認した。バーナード艦長は、攻撃精神が旺盛だったという理由で白となった。ものの、リチャード・エムローウェル自体は、第77.1に任務隊から外されることとなった。 シェルトンは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。